来年2月に行われる東京マラソンの詳細が今日明らかになりました。チャリティーランナー枠の大幅な拡大や寄付金の受付期間の延長などチャリティーにより重きを置いた大会に生まれ変わります。東京マラソンは今年からつなぐをテーマにチャリティーを実施し、2月の大会では7300万円を超える寄付金が集まりました。今日行われたプレス発表会ではより多くの寄付金を集めるための施策が発表されました。3億円というのが寄付金の目標金額と、集まった寄付金の 50% 半分は、東日本の震災に遭われた方たちの支援に充てる、そういう活動に役立てていきたいと思っています。寄付金は1万円から受け付け、10万円以上を寄付した人はチャリティーランナーとして大会への出走権を得ることができます。来年の大会では前回1000人だったチャリティーランナーの枠を3000人まで拡大します。また寄付金の受付期間も今月15日から来年3月末までと大幅に延長されました。チャリティーランナーの受付は11月末までで、一般ランナーの受付は8月1日から始まります。